携帯壊れてもさ。え、どないした？ニコ級認証せえへんようになって。え、ニコ級にも指紋みたいなのあんの？ほんで新しいスマホ買いに行ってんけどな。昔みたいに日本製のスマホ全然ないねやか。そやな、日本メーカーも数セット残ってんやな。そやね、もう10年前と大違いや。うん。日本の工場もみんな縮小してしもてんな。スマホは海外でも半導体は日本製ちゃうの。いや、それもあかんねん。一番はアメリカのインテルやろ。ほんで、二番目は韓国のサムスン。ほんで、三番目は台湾の TSMC っていうとこやねん。どこの国もな、戦略的に、ものすごい開発費を国が投入してんねんか。へぇ、国を挙げて。実はな、このままいくとな、どうしてもやばいんや。へぇ、なんかでも、販売台数でトヨタが3年連続世界ナンバーワンに聞いたで。あとトップ10にはホンダも2、3も入ってるって聞いた。ところがな、今自動車の形はものすごく大きく変わってきてんねん。地球環境問題からな、電気自動車に変えていこうって。あ、知ってる知ってる。うん。あのガソリンの自動車がブーンブーンって言うのに、あの、電気自動車、って、猫もびっくりのに見やすい差しやし。するとな、自動車そのもの中身がコロッと変わってしまうねん。じゃあ、見かけがたい焼きでも、中身はあんこじゃなくって、チュールになってしまうとか。まあ、早い話だ、そんなことやと思うね。例えば自動運転みたいに車がインテリジェント化してくると、車の中は半導体だらけになるはずやねん。なるほど、そう考えると半導体はますます大事やな。で、日本自身で半導体作らへんとな、例えば自動車にしてもスマホにしても競争力は落ちるやろ。下手すると作れへんようになるやろ。うん、そうやって海外にどんどんものづくりが持っていってしまわれると、私たちの働く場所がどんどん少なくなってしまうな。あ、なみちゃん、ええこと言った。うん。半導体の問題は、日本人の豊かさに直結する問題なんや。キキボンの話を聞いていて、なんで半導体にこだわらなかったのかよく分かってきた。こうやって理屈から分かると面白いな。じゃあ次回また違う話するな。お楽しみに。ほな。